ヒューチャンネル、ユアちゃん、ジャーナリストのシュー・ライユです。ロシアによるウクライナ侵攻がもう3ヶ月もあのね、過ぎました。この3ヶ月で、日本のメディアもね、もう集中していろんな報道を、してきました。はい。うちも通訳、翻訳会社をやってたんですけども、ウクライナ人の方、あとロシア人の方もそうなんだけども、いろいろその現場で通訳として、ちょっといろいろ活躍はしてたんですけども。で、そういう中、やっぱりその、現地の、出身、ウクライナの出身者と、ちょっといろいろ、本当に実際どうなってるのかって、いろんなことについて、ちょっとお聞きしたいと思います。今日は関西在住の国際政治学者、グレンコさんに、ちょっと来ていただきました。リモートですけども、いろいろお願いいたします。お願いします。はい。グレンコさんって今、どちらのお住まいですか？関西でいます。ちょっと、もっと具体的には基本的に言わないようにしていますので。関西の方ですね。はい。はい。いろいろもあるんですけども、はい、ちょっと日本に来てからに、そもそもどうやって日本に来られたんですか？まず留学で、一旦語学留学に来て、その語学留学に来ている間は、いろんな日本の文化に興味を持って、それで長期留学に行きたいなと思って、一旦帰って、で、2013年にもう一回来て、そこから9年間日本に住んでいます。あ、そうですか。通りで、すごく日本語流暢ですね。私なんかはもう35年、6年にも行って、なかなか上達にはできないんですけども、私も元留学生ですけど、留学生同士で、いろいろな雑魚から、ああいうね、率直な、意見をね、ちょっと聞きたいんですけども、ウクライナどちらのご出身ですか？キエフです。キエフ、今キエフですね。はい。キエフってなってるんですよね。いきなりなんだけども、そのキエフからキエフに直したんですよね、言い方。はい。それのどういうそのなんだろう、その思惑、その意味があるんですか？それはもともとこうウクライナ語とがあって、で、ウクライナの地名は本来はウクライナ語のはずなんだけど、ロシアの支配が長かったので、世界中で広まった表記というのはロシア語由来の表記なんですね。だから両方あるんですけど、例えば外国ではウクライナ語本来の表記に近い言い方じゃなくてロシア語の表記に近い言い方が一般的になるんですね。でそれに対してそのウクライナ人の多くが、やっぱりそれは良くないと思ってるんですね。やっぱり外国でウクライナの地名を呼ぶときにそのやっぱり、元の支配者であるロシア語由来の音ではなくて本来ウクライナ語に近い音になってほしいというふうに考えているんですね。それはなかなか日本にない現象だから日本人の多くは何が違うんだってピンとこない面があるんですけど、ただやっぱりウクライナではウクライナだけじゃないんですけどね、例えば同じ旧ソ連のジョージアも同じことがあったんですよね。グルジアと言われたのがジョージアに変えてくださいと言われ、その10年前ぐらいでしたね。10年前ぐらい変わった名前、言い方が変わったんですね。それはやっぱり元の支配者の表記で外国から言われるのは嫌だというのはやっぱりそういう気持ちがあるんですね。その流れの中で多分今回のロシアによる侵攻が始まって、でやっぱりロシアに対する反発はさらに強くなったんですね。それで諸外国に対してそのできれば、ウクライナの地名をロシア語由来の表記ではなくてウクライナ語由来の表記に変えてほしいという呼びかけは世界各国にやっていて、でそれには当然日本も対象になっているので、で日本政府はこういう形で応じてくれたので、元キエフと言われたのがキーウになって、ハリコフはハルキウで、ドネツクはドネツク
で、オデッサはオデーサに変わったんですね。他にも多分たくさん変わってると思いますけど、はい、あの元に戻ったっていうわけですよね。あの元々のその、ね、発音、まあ、本来の発音に沿った言い方になったんですね。なるほどなるほどね。ソビエトの名残で、まああのそのね、そういう地名とかの、まあ、あの言い方があったんだけども、はい、今回は全部あのウクライナ由来 の, その発音にしたんですね。まあそうですね、この辺に、まあ、あの対してあの日本人の方はなんでわざわざまで変えるんだっていうのはちょっとあの多少分からなかったと思うんだけど、今の説明でも大あの十分もうすごくよくあの分かりました。やっぱり国民の感情もね、あのすごくあの、大事なんで戻したっていうわけですよね。はい、なるほど。で、ソビエト、まあ、ロシアの、今はロシアだけども、いろいろだから、ロシア側が今回のその侵略ですよね。まあ、あの、歴史としても侵略なんで、行為なんですね。で、まあ、その原因があったという言い訳が、まあ、してると思うんだけども、彼らのその言い方によっては、要するにウクライナの方が結構その、ロシア語圏の人々を、まあ、いじめたんだと、しかもレオナチっていうのがそういう行為もあの行われたんだということで、うん、今回はそれに対して、まあ、懲罰的なことを、まあ、向こうが言ってたんです。それについてどう思われますか？そうですね、まあ、このロシアの言い訳をこう2点、2つの観点から見なきゃいけないんですね。形の面と中身の面ですね。で、形の面で言うと、そもそも仮にその国は内政はめちゃくちゃ で国内で残虐なことが行われているとしても、それが軍事侵略の根拠になってないんですよね。何をやろうともね。例えば、まあ、一時介入して帰るんだったらわかるけど、ロシアはやってることはそうじゃなくて、明らかにウクライナの領土を自分のものにしたいんですね。土地が欲しいから、侵略したんですね。それですでに占領しつつあるヘルソン州とドネツク州とルハンシク州をロシア領土としてロシア連邦に組み込むということをやってるんですね。だから明らかにその時点で虐殺があったからやったという説明自体はおかしいんですよね。目的は領土併合なので、ロシアの目的は領土併合なので、その虐殺云々はただの言い訳ですね、その時点で。では中身の面はどうかというと、私はキーウ生まれで、25歳までキーウに住んでたんです、ずっと。それで私はロシア語の家庭に生まれ育って、ずっとロシア語を話してきてるんです。そういう人も他にウクライナで、まあ、かなりいるんですね。しかし迫害を受けたことはもちろん一度もないし、むしろ優遇されたこと何度もあるんですね。で、ウクライナでロシア語を喋ってる人は基本有利なんですね。少なくとも今年のロシアの全面侵略までの間は。なぜならウクライナ語を喋れなくてもロシア語で喋ったら他の人はロシア語で返してくれるんですよね。それはウクライナ全国でそういう状態でした。だからお店とかどこでも どの行政サービスでもロシア語を喋ったらロシア語で返してくるんですね。だからロシア語に対してウクライナは非常に寛容寛大な措置を取っていたんですね。当然ロシア語の話者の迫害なんて一度も起きたことがなかったんですね。じゃあ実際にどういうことがあったかというと、それは今回の全面侵略のまでの間に局地戦があったんですね、ウクライナの東部ドンバス地方で。それでその
8年間は限定的な、まあ、局地戦が続いてきたんですけど、その時に、限定的に入ってきたロシア軍とロシアの、まあ、非正規武装集団が、東部の住宅地に陣を取って、ウクライナ軍に向けて発砲するんですね。発砲して、当然ウクライナ軍は撃ち返すんです。で、撃ち返すと、まあ当然マンションに当たるんですね。あそこにいるんだから。それで、彼らは、ウクライナ軍は現地で住民を殺しているんだ。というふうなデタラメを言うんですね。そのウクライナ軍が組織的に、当時の、その現地人を殺すつもりで殺している事件は一つもないんです。それは完全なデタラメなので、そのロシアが言っている東部住民が虐殺されているから、その虐殺から救うんだというのはもう根も葉もない嘘ですね。しかもアメリカは事前にロシアは絶対そう言って、そういう理由で逆、その侵攻すると事前に言ってたので、案の定そういう風になったので、明らかにロシアは最初にそういう筋書きを打って、まあ実行するつもりだったんですね。うん。あ、まあそもそもでもあれですね、ロシアとウクライナって、まあ、あの親戚、まあ、兄弟みたいな感じですね。しかもそのいろんなそのあの地域にみんなあの一緒に住んでるわけで、生活ですね、まあ、ソビエトの時代もそうだったし、で当時のフルチョフ、ね、あのソビエトのトップも、ね、やっぱウクライナ人だったんですよね、まあ、そういう の, あ の, その背景もあって、やっぱりあの住み分けではないんですよね。はっきりしたその 国境線っていうのはできなくて、そういうのもやっぱりちょっとあるんですか、関係が。まあ、兄弟として認識する人は今回の戦争までにはいたんですけど、一応民族的には国民性、民族的には違うんですよね。それ例えば、うん、そうですね、スペイン人とポルトガル人が別の民族と同じように、ウクライナ人とロシア人も別の民族なんですね。あの昔、本当に遥か昔、その部族の時代の時に、まあ、同じ部族から来ているという部分的にそれはあるんだけど、ただキーウルーシ時代、今から1000年前ぐらいに存在していた国では、確かに両民族はあの頃は両方ルーシの一部だったんだけど、そのルーシは広くて、今でいうウクライナ人がそのルーシという国の南に住んでいた地域の人たちが後でウクライナ人になったんですけど、今でいうロシア人はそのルーシ時代に北東部の地域に住んでいた人たちなんですね。なので確かに、その後ですね、その長くロシアによってウクライナは支配されたんですけど、ただその支配のやり方は基本的にひどくて、常に迫害を受けてたんですね、ウクライナ人の方がですね。例えばロシア語は、ウクライナ語の使用はロシア政府によって何度も禁止されているし、または強制労働もひどくて、また虐殺も受けてるんですね、ウクライナ人がロシアに対して。だからまあ兄弟とか言ってる人は確かにいるんだけど、私の受け止め方として、これほどひどいことをされてきたわけですから、長い歴史の中で、それをもって兄弟というのはまあちょっと無理のある話なんですね。それでじゃあどう分けるかというと、基本的に確かに先祖一人一人たどり着くのは難しいです。それまあ現実もないとしてあるので、基本的に自分をどう認識しているかは一番の基準になっているので、あなたはどこに所属しているかと聞かれて、私はウクライナ人です、ね、私はロシア人ですと。自分の、まあ、受け止め方として、自分のアイデンティティとして、人によって答えるんですけど、ウクライナではだいたい今まで 15% ぐらいは私はロシア人ですと答えた人はいたんですね。でウクライナ人と答えた人はまあ約 80%、 そういう構成だったんですけど、確かに住宅地でこの地区はウクライナ人、この地区はロシア人、それはなくて同じマンションで混ざって住んでいるというのが実態
実態ではあります。だから国民のレベルでは、まあ、混ざっている面があるんですけど、やっぱり国としてその社会としてはやっぱり明らかに伝統とか言葉とかいろんな面で違うので、やっぱり違うものとして認識した方が正しいと思います。なるほど。まあ、僕もあの不勉強ながら、まあ、ウクライナの歴史多少あのちょっ と、歴史でね、あのちょっとあの書物をまあ読んでて、まあ、あのさっきあのルーシっていうね、あのおっしゃったんだけど、でもルーシのルーツはもともとやっぱりキエフのね、あの、ウクライナの方がもともとが強かったんですよね。そのロシアってその後強くなってきてて、でその後はベラルーシとかで、まああの三国になってて、でまあ首長ウクライナ人ってあの、まあ、ロシアにもいじめられたり、あるいはポーランド人にも、ね、いじめられたりしたんですよ、歴史上でね。 なのでまあちょっとあのウクライナ人ってあのかわいそうではないけど、結構なんかそういう歴史があったりして、でも一方やっぱり結構あのその戦戦争には強いんですよね。まああのプーチンあの僕は彼が完全に読み間違ったと思うんだけど、おそらくすぐなんかあの侵略してすぐ全部あの占領できて、あのウクライナ反抗できない、あの しないんだろうってあの多分読んでたんだけど、でも逆にウクライナの方がねすごく反抗、ね、反発してて、今ね勝負はまだ分かんないよねっていう部分、ウクライナ人ってやっぱり戦争に強いんですか？あの歴史的に見るとウクライナ人がまとまるときは、まあ、結構強いですね。その、350年前に、まあ、さっきおっしゃったようにポーランドに支配されて、ポーランドに対して放棄したことがあって、最初は勝ってるんだけど、途中でウクライナ人同士で揉めて、それで負けてるんです。それでロシアに対しても、例えばロシア帝国が1917年で崩壊して、一旦ウクライナは独立するんですね。そうですね。独立するんだけど、すぐ本当にもう 2,3 年ですぐまた赤軍、ボルシェビキですね、赤軍にすぐまた再、まあ、もう一回征服されるんですけど、なんですぐ負けるかというと、ウクライナ人がまとまると強いけどすぐバラバラになるんですね。でウクライナ人同士でちょっと喧嘩するという、まあ傾向があるんですね。意見の違いでこう、なんというかウクライナ人はこう考え方的にこう自由が好きだから、こうそれぞれはそれぞれのやり方でやりたいんですね。だから まとまりにくい部分があるんですね。しかし今回は誰がどう見てもその弁明しようがない侵略があったので、それぞれウクライナ人同士で考え方は違っても、ロシアだけは許さないということでみんな一致しているので、団結して戦えるんですね、今回は。だから今回は、まあ、強くなっているんですね。まあ、またもちろん現実問題としてプーチンの計画が甘かっただとか、あと8年間やっぱりウクライナ一応準備はしてきたんですよね。その、あのクリミアが取られた後で、あ、ウクライナ軍弱いじゃないかって気づいて、あ、強くしなければならないとなって、まあ、8年間ぐらい一応、軍隊をまあ強くしてきたんですね。でそれで今回はその成果が出て、まあ、割と、まあ、ロシアの侵略を、まあ、食い止めているのは大きいと思います。またプーチンが、まあ、読み間違えたのは、プーチンはまさにウクライナ人がロシア人と同じ人だから、その、まあ、それこそ、こう、兄弟には抵抗しないだろうと、見てたんですね。ところが、ウクライナ人の意識の中では、もう別の国だから、その入ってきてる軍はただの侵略者だから、侵略者に対して国を守らなければならないという気持ちになって、みんな一丸になって戦っているので、まあ、これほど、まあ、食い止めている状態です。なるほど。さっき言ったあのクリミアです。8年前のクリミアはもう本当に一瞬で征服したんですよね。抵抗も何もしなかったんですよね。はい、でそれがまたあのもう一回そう同じようなことできるんだろうって読んだんですよね。でもあの彼らが知らなくて、8年間ウクライナ軍が、まあ、結構あの一説によると、なんか NATO とかアメリカ軍に訓練されたんだってね。そういうことはあります？
そうですね。ウクライナの、まあ、将校幹部の人が何でもアメリカとかイギリスに、まあ、まあ、留学じゃないけど訓練しに行ってそこで訓練を受けたりするし、またはアメリカやイギリス軍、まあ、あとカナダ軍もですね、うん、その指導官もウクライナに来てウクライナの兵士を訓練させる、そういう活動が日常的にあるので、その NATO 諸国軍のまあ様々な知識とかノウハウだったりとか、そういったものをこの8年間はかなり勉強してきました。で、勉強した成果は今回の戦争に出ています。それはそうですね、もう意外と すごく強いなって、あのね、どっちかっていうとどっちの方が強いんだったって、あの人数、軍隊人数でね、明らかにロシアの方がお、ね、多いんだけど、でもすごくあのけなげに頑張ってるんだって、その中でやっぱりその NATO もそうなんだけど、あのアメリカとあのカナダもさっき言ったやっぱ軍事顧問とかもいらあの来ていて、あとやっぱりあの兵器をね、ちゃんといっぱい提供してるんですよね。うん、でも兵器についてはやっぱり戦争が2ヶ月ぐらい経って、今年4月の真ん中ぐらいにやっと重兵器の提供が始まったんですね。それまでは重兵器の提供がなくて、その今まで提供されてきたのは、その1人の人歩兵が持てるようなその携帯用の兵器ですね。例えば、まあ、有名な対戦車ミサイルのジャベリンだったりとか、ね、あと対空ミサイルのスティンガーだったりとか、そういったものがメインだったんです。それでなぜならこう西側諸国もウクライナ軍は多分正規戦で負けると思ってたんです。それでゲリラ戦になって、うん、ゲリラ戦でロシア軍の迎え撃つだろうと、だからゲリラ戦にまあ、役に立つような兵器を大量に送ってきたんだけど、重兵器、つまりこう軍と軍はこう対等に戦うことにならないと思ってたんです。ウクライナ軍がやっぱり対等な戦いで負けると、思ったから送らなかったんですけど、2ヶ月、つまり2月24日戦争が始まって、それから3月、4月、2ヶ月ぐらい戦いが続いて、それで続いた後、まあ、アメリカ、イギリスをはじめ西側諸国は、あ、ウクライナ軍は対等に戦っていて、その負けてはいない、あ、だったらその携帯用の兵器だけではなくて重兵器も送ってもいいんだよねと、つまりこう軍同士の対等な戦いに役に立つようなものも送って意味があるということに気づいて、やっと重い兵器の提供が始まったんですね。なので、まあ、それは、まあ、ウクライナ人としてそれはちょっと不満があります。なぜなら、もし重兵器の提供が侵攻の前から始まっていれば、多分ウクライナ軍が、まあ、もっとよく戦ってたはずですね。最初はやっぱり重兵器はソ連のものだけだったので、それで最初にやっぱり、まあ、食い止めてるとはいえ一部取られたわけですよね、うんうん、もし最初から西洋の重兵器を持っていればもっと食い止めてたはずなのに そこはちょっと、まあ、西洋西側諸国の反応が遅いのは事実ですね。だけど、うん、彼らはウクライナは負けるだろうと思い込んでたから起こらなかったという面が現実問題としてあるんです。うん、まあ、例えばその最初からそのロシアと、まあ、NATO もそうなんだけども、その国々はロシアに怒らせないためにあまり提供しなかったという部分があるんですか。まあ、で怒らせるのは最初はちょっとその部分があったと思いますけど、うん、でもそれよりも多分その送っても、もしウクライナ軍が負けてその兵器がロシアに取られる、そっちの方が懸念だったと思います。なるほどね。つまりその西側の兵器は大量にロシア軍が持って、それをいろいろ調べてその技術を知ることの方が問題だったので、うん、そっちの方が大きな理由だったはずですね。まあ、だって、うん、怒らせるとなるともうすでに怒ってるわけだから、怒ってるよね、そうね、これ以上直接は戦ってないから、
そう、これ以上はどう怒らせるかという面があるので、そうですね、怒らぬ兵器を提供、重兵器を提供しなかった主な理由は、その兵器をこう綺麗な状態で丸ごとロシアに、まあ、打破というか、まあ、捕虜にならないように、はい、怒らなかったのは一番大きいと思います。なるほど。はい、さっきおっしゃったように、まあ、ウクライナは今一致団結でね、まああのゼレンスキー大統領の下でね、あの戦っていると。その、 あのゼレンスキー大統領について、あの国民はどういうふうにあの評価されてますか？国民は、彼はしっかりと国を守るという姿勢をとっていることは非常に、まあ、高く評価しています。ただここで重要なのは、ゼレンスキーは自分の考え方として世論を気にしている人なんですね。つまりこう国民がどう思っているか、その例えば自分がこうしたいから国民はどう思うか関係なく、自分が正しいからやるではないんですね。彼は国民の世論を見て、あ、この政策は人気がある、じゃあこれをやる、この政策は評価が悪い、じゃあこれはやらない、そういう考え方の人なんですね。それは結構功を奏していて、もともと彼の支持率はそんな高くなかったんですよね。そうです、はい、で結構今もう多分かなり高くなってるんですよね。今もうやるじゃないかって、やるじゃんっていうのは結構ね、はい、彼がもともとは俳優だったりね、もっと当然ああいうね、あのそのあのお笑い、まあ、タレントみたいな感じでね、大統領になって、まあ、民主主義的なその選挙の方法でなったんだけども、どうせまあそんなにあのまとめられないんだろうと。でも蓋を開けてみたら結構やるなっていうのがあります。意外だったと思うんですよ。そうですね。だから戦争が始まる前に彼はまあかなり多くの、まあ、間違いも失敗もあって評価が悪くなったんだけど、だけど戦争になるとやっぱり一番一つだけの評価基準になるんですね。国を守る気があるのかないのかだけが評価基準になるんですね。そこは平和の時代と違う考え方なんですね。それでここは大事なところなんだけど、彼は自分の意思として徹底的に戦うぞと決めたのではなくて、国民の世論を見て、国民はここはロシアの侵略を許さない、もう最後まで必死に戦うんだということを国民が思っているのを見て、あ、じゃあ自分も徹底的に戦おうと決めたんですね。だから順序として国民がゼレンスキー大統領に引っ張られるのではなくて、国民の世論があった上で彼はこういう考え方に立ったんです。そこは順序としてあるんです。あともう一つ海外 の、 その報道ではなんか、まあ、彼はなかなか自分は決められないんだと、実は決めさせているのはアメリカとあの NATO の、 あ の、 その、まあ、あの国々なんだとっていう説もあるんだけど、それについてどう思われます？少なくとも戦争が始まる前に彼はかなりアメリカの言うことを無視して、無視して好き勝手にやってたんですね。というのは 逆にね、そのアメリカは去年の10月の時点でロシアは絶対侵略するから準備しなさいと警告してたんですね。彼に対してもう絶対来るから今のうちに準備しなさいと言ってたけど、ゼレンスキーはいや、そんなことない、ロシアは本気で攻撃するつもりはないんだから大丈夫なんだと、むしろ煽るなと言ってたんですね、アメリカに対して。だからそれで一時的にゼレンスキーとバイデンの、間にやっぱり関係はちょっとずれが出たんです。なるほど。そうそう、バイデンはもう絶対戦争を切ると言ってたけど、ゼレンスキーはそれ信じなかったんです。それで一時的にちょっとした不信感ができたんですね。なので彼は その時点で彼はそのバイデンに、あるいはアメリカに動かされているのは完全な間違いであって、彼は、まあ、動かされているとしたらウクライナ国民の世論に動かされているんですね。なぜなら彼は戦争が終わって次また選挙があるから、彼もう一回大統領になりたいんです。だからウクライナ人に人気が、ウクライナ人の人気が高いままでこの戦争を終えたいから、でウクライナ人が一番評価するのは何かというと、戦争で勝てば
一番大統領の人気上がるんですね。だからそのためにも彼は勝って自分のおかげで勝ったというふうに、まあ、国民にアピールしてもう一回大統領になりたいんです。だからアメリカに動かされているというのは誤読です。ああそうですか、なるほどなるほど。まあ、このその様子を見るともうちょっと多分戦争がね長引くかと思うんだけども、そこで例えば僕は中国人なんだけども、中国政府が、まあ、ちょっと今どちらかというと政府の方がおそらくロシア側に立っていると思うんで、でもそれはもう抗議はできないんですよ。やっぱりウクライナともねすごく今からの友好関係もあって、しかもウクライナから結構いろんないいことも中国がねしてもらったんで、恩は多分思ってるんですね。大々的にロシア側に立つっていうのはできないと思うんですよね。そういう中国政府に対して何かその期待って、まあ、期待あるかどうか分からないけど、こうしてほしいなって、これは絶対したくないなってことはあります。うん、まあ、やっぱりそうですね、まあ、中国政府はやっぱりロシアと同じ独裁政権だから、まあ、こう民主的に選ばれていないわけだから、そういう面でやっぱり彼らはどっちかというと同じく国民を無視しているプーチンと、まあ、考え方近いと思いますから、だから多分中国政府としてやっぱり、まあ、独裁が勝ってほしいと思ってるんじゃないかと思うんですけどね。まあ、国民、まあ、中国国民はどう思ってるかまでは分かりませんけど、まあ、その中で、まあ、どこまで中国はその自分の、まあ、独裁国同士の、まあ、価値観をどこまでこう、まあ、裏切るんじゃないけど、まあ、どこまでプーチンから距離を取れるかは私は分からないんですけど、まあ、なんとかここでこうそのもし中国は、まあまあまあ、西側諸国とのやっぱりこういう貿易関係とかさまざまなその、まあかまあ、こうまあ、つながりをですね保ちたいのであれば、やっぱりここでロシアを支援しないで、まあ、少なくとも、まあ中立を保って、で西側がもし例えばロシアに対してこれを売ったらダメだとか、これを買ったロシアから例えば資源を買ったらダメだとか、もし決めた時に、まあ、それを、まあ、守れるかどうかわからないんだけど、もちろん守ってほしい、それは思っています。なるほど。さっき言ったその中国とロシアは、まあ、独裁国家同士だっていう、まあ、意見もあるんだけど、中国政府ある一部の国民はやっぱりロシアに、まあ、負けてもあの欲しくないっていうのは、アメリカがロシアに対して要するにウクライナとの戦争によって弱体化される、その次もしロシアがもう万が一負けたら、その次のターゲットが中国だと思ってるんですよ。だからロシア頑張って負けないでっていうことなんですね。そういう気持ちはあると思うんです、はい、で僕としてはやっぱりこの戦争もいち早く終わってほしいんですよ。まあ、元も一緒その親戚関係だったし、だって戦争ってどこの国にとってもあんまりいいことはないじゃないですか。ロシアだってもうこのダマを見てて、なんだろう、全然国はもう全然めちゃくちゃなってるじゃない、国民の生活、うんうん、なんでこういう戦争はもうここを、ね、こういう愚かなことをするんだとか、早く終わって、で、まあ、それぞれまた世界に、ね、平和になってほしい、戻ってほしいなと思います。